G1、西馬読み切りってことで、いよいよ明けの G1 始まります。春に続いてこちらもよろしくお願いします。まず、スプリンターズステークスですね。はい。そしてですね、えー、チャンネル登録者、えー、ついに500人達成です。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。徐々に徐々に伸びていってますんで、よろしく。 はい。改めて紹介しましょう。もう、以下略でいいですけどね。はい。もし中小企業のサラリーマンが、はい。以下略ですわ、これ。はい。えー、もしドラのパクリですわ、もう。パクってるわ、これ。うん、何年前の話ですかって話ですわ、これ。はい。もしたらですね、略して。はい。もしとただ取ってます。妄想爆ンの旅、2017、下半期、頑張りましょう。はい。えー、一応、もしたらの週慣工程ってことで。まあ、こちらもね、もうずっと言うてるんで、以下割愛しますわ。 はい大体こんな通りでやるんでまあ、多少曜日ずれますけどよろしくお願いしますはいえー、それでは G1 西山読切りスプリンターズステークスまいりましょうその前に一応上半期の G1 の成績見ておきましょうキャはいえー、それではえー G1 レース西山読切り、えー、出走表を見ていきましょうスプリン スターズステークス、いよいよ、秋の G1、始まりますよいよいよや、ね、で、10月1日スタートです。はい、えー、23とだってですね、賞金的に出走場外は出てきます。はい、えー、なんといってもですね、珍しい。何が珍しいか。えー、場面中に並んでますけど、キーから始まりますね、今年。中が珍しい。あいうえを、川ーがおらんレース。珍しいんちゃう はい。どうでもいい情報でした。以上です。はい。それでは本ちゃん行きましょう。えー、印ある程度打ちました。ざっくりですけど、えぇ、ー、1、2、3、4、5、6、結構な。10頭ぐらいあるんかな。えー、無印は今んとこ馬券候補に今、えー、アウト部眼中。えぇ、ー、本ちゃんで入るかもしれないですけど、今んとこアウト部眼中の馬、えー、とりあえず、以下、えー、10頭、13頭ぐらいのるんかな。で、印つけた馬が今、10頭ぐらいのるか。5、10ですね。 はい。で、まあ、ざっくり。えー、二丸候補が、まあ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 、馬券から見やすそうかな。えー、黒三角がもしかしたら、えー、白三角は、まあ、ギリギリ、アウトかセーフかラインぐらいで押さえておきます。ざっくりですね。はい。えー、まあ、えー、どうしうましょう。白三角から行きましょうか。キングハート、修士、星雲構成。えー、まあ、星雲構成ね、G1 馬ですか。高松名賢勝ちましたけど。まあ、前走もね、えー、全然休み明け悪くない競馬だったんですけど。 と函館スプリントから休み明けてこの舞台ちょっと寂しいかなと思いましたね。もう一戦どっか挟んで向かったんじゃないかなと思ってますうーん。夏場函館行って、えー、帰ってきて直行ですか。あちょっと寂しいね。西雲高生なぁ。うーん、来るかなぁ。今年の、えー、どこでした京都でなんかどっか買ったね。 うーん、シルクロードかなあ、ちゃおね。うーん、あ、よく短距離か。あの時収まったんやけど、うん、ちょっと今回ごめんなさい。もともとやっぱ平坦の方が強そうなんで、はい。一応ここら辺黙りしておきましょう。シュージもちょっと去年は4着惜しくもだったんですけど、ちょっと今年の悩み見てる限り、ちょっと凡走が厳しいかなと。折り合いんはやっぱ未だに、えー、割引ですね。 キングハート、えー、こちら、小倉、北九州記念4着。で、その手前も函館スプリントで2着ぐらいしたっけ A え、え、切ばしましたけど。うん、ちょっと G1 になるとワンパッチされないかなと。ここら辺はまあまあわかりますなしるしな。で、次、メラグラナこちらね、えっと、中山帰ってきたら面白そうかなと思ったんですけど、えー、前走もセントロール4着。えー、ね、後ろから行って上がり最速で、え、なぁ、まあ、次に繋がる競馬かなと思ったんですけど、 うん、確かにね、中山は相性良かったっええかなと思ったんですよね。ええんかな、うん、ええかなと思ったんですけど、でもええって思ったんやけど。ね、オーシャンステークス買って待つしと思ったんやけど。あー、アンジョー・タさん良くないかなと思ったんですけど、ちょっとワンパンチ足りないかな。後ろから。うん、うん、うん、ええと思うんやけどね。ちょっと位置も落ちるかなと思ってます。ごめんなさい。 で「フィドウシャもごめんなさい前走逃げて窮地悪くないんですけど、えー、このままね中山の実績あるんですけどちょっとワンパチ足りないからまあ貧馬ってこともあるんなこともないね貧馬それはないんやけどちょっと厳しいかなで、えー、この一頭がしんどいなと思ったり、まあ、前走がちょっとやっぱり、えー、成績がね一応、えー、掲示板っていうか馬券絡んでないと。 で、逆にこのジョイごとは一応前走掲示板絡んだ組にしてます。えー、まあ過去のデータ見る限りに、ね、えー、全然前走惨敗組から来ること全然あるんですけど、うん、どっちかというと比較的前走どっかで構想してきた馬がね、結構来てるなって見えちゃったんで、やっぱその調子っちゅうか、夏場あるいは来て前の調子はちょっと否めないなと思って。 で、えー、休み明けの g 1明けとかでもね全然成績その時良かったのは結構来るんで悪くないかなーと思ってますトレード・ファルクスかねはいでえー、まあ上位5党、えー、一応、えー、前奏、えー、馬券絡みと、はい、状態いいとおそらくですけどはいそれを仮定した上で上位5党の中から一応えー、本命候補ですね1等を言っときましょうかはいレッド・ファルクス レッドファルクスでもええかなと思ったんですけどレッドファルクス紹介するのちょっと面白くないなと、まあ、まあ去年買ったんですけど、えー、全然人は明け問題ないですねこのまま、えー、今年の、えー、春春か鉄砲で全然来てたんで問題ないですけどああてかあれかそもそも去年のえ去年どこやったっけどっか鉄砲やったねあれ慶応,慶応杯か慶応杯が鉄砲かあーごめんごめんええー、どこまで戻るのすいませんすいませんどこまで戻るんや どこやったっけえー、レッドファルクスえーっと、どこまで、どこまで、どっか鉄砲やったね。うーん。あー、高松やかそうやね、これね。香港スプリントからカルチャーショックで帰ってきて3着やもんね、この後。これすごいなぁと思って。うん、確かに強いね。うん、全然今回もありやねんけど。ちょっとこの馬じゃおもんな。アンジュはデモチないやけど、この馬じゃちょっと本命候補もんないんで。まあ対抗にしておきましょうか。はい。で、えーっと、1等、えー、本命候補紹介していきます。えー、まぁ、あえー、4歳馬のね、この牝馬3頭 でもいいなぁと思ったんですけど、えー、ちょっとやっぱメラグラーなフィドーシャル、確かにね、この馬たちの方が、えー、若さもあって、一切若いだけでも全然勢いあるなぁと思って、前走ね、キーランド2、3着と、えー、北九州記念、ね、1着と、悪くないんですけど、えー、今回ですね、その馬たちを差し置いて、こちらがちょっと面白そうかなと思ってます。人気は多分まあまあ出るんでしょうけど、一番人気ならんね、多分レッフハルクそれから。はい、ファインニードルですね、こちらをちょっと一回行ってみようかなと思ってます。えー と、先に言っておきましょう。えー、先に断りを言っておきますと、えー、暗状がデモちゃんじゃないんですね。残念。うん。暗状、えー、情報によると、うちパックさんらしいんですけど、えー、内田博之さん、この舞台、ちょっとハテナなんですけど、うん屋根は間違いなく不安なんですけど、確かにデモちゃん知らないなと思って、レッドファルクさんそれを呼びやろうなと思って、G1 バーを捨てるわけにいかんなちょ、デモちゃんの選択肢は悪くないんですけど。 んそんな中、ちょっとね、乗り換わりの内パックさんがちょっと買ってほしいですね。ここでウォーッとオンはしてほしいですね。はい。とりあえず、えー、案上の、えー、断りは入れておきます。で、えー、まあ、なんでこの馬選んだかっていうと、まあ、えー、確かに、ね、ソルベーグダないで、ヘイロ、えー、ナックビアンスも前奏強い内容を見せたんですけど、はい。えー、金ランドカップから見ていきましょうか。はい。えー、こちら、エポアサが勝ったレースなんですけど、 えー、ソルベーグ・ナック・ビーナス。一応ね、前半サンハロンの方がハイペースですよって書いてるんですけど。あこれざっくり見たらねあ、ハイペースやったんや。ほな前残ったのが強いなって皆さん単純に思うと思うんですけど。はい。えー、ただですね、えー、ソルベーグ・ナック・ビーナスが前残ってるのは、は、確かに強いなと思ったんですけど。えー、このね、5着場、ライト・フェアリー、あるいはフミノムーン等とね、 そこまでね、後方一気で、上がってきたがい、なが、馬がいないと噛んだ。ね。ライトフェアリーが前見って5着粘れる馬場やったんで、あ、そこまでレベル高くないんかなと思って、あじゃあこのレースそこまで大したことないなって思っちゃうんで中はい。はい。で、それ踏まえると、えー、もう一個ダイアナ・ヘールですね。はい。こちらもね、 えー、ペースだけ見るとあ、ハイペースなんですね。はい。前半が32秒8クソ早いんですけど、あ、こちらもじゃああ、ハイペースで前目バったのが強いなーと思うんですけど、えー、ただですね、えー、このレースも、えー、成田スターワン、あるいはラインスピリット、キングハートもほぼほぼ前で来とるんで、あ、そんなに、前、えー、前で眠ったのが、そんなに思っきり強いまじゃないんだなーと思いました。はい。 で、逆に、逆に、逆に、ファインニードルさんですね。はい。ファインニードルさんはどうでしたかちょって言うと、セントールスでスですね。はい。こちら、あ、前半ミドルペースやから、えー、前いったまあ、そんな大したくないなぁって一瞬思うんですけど、えー、中身見てみるとですね、ファインニードルは3番手から、えー、1着。ただ、 ラインミーティア、ダンスディレクター、そしてメラグナーナ。ここら辺、特にメラグナーナもそうなんですけど。もう、9番手、11番手からぶっ壊まなあかん競馬やったんで、唯一残ったのはこ,この3番手からずっとま、えー、巻いてたファイニールだけなんですよね。で、逃げた、えー、フィドゥーシャが9着。ね、2番手のラバーズポイントが10着ですわ。うん。これ考えると、ほんまに残ったのこいつだけやったんで、アルトヨブラット4番手通称ですら、えー、6着と。 ね、ミッキーラブソング等々もここら辺の着順なんで、これ考えるとやっぱこの馬だけちょっと強かったなと。で、3番手追走からね、上がり、まあまあ悪くない上がり使えてますし、まあ、両ババが良かったのもあるんですけど、なんといっても後ろから来た馬たちにね、1と4分1橋に座ってもほぼほぼ解消やったんで。これは強いと思いましたね。まあ、さっき言ったちょっと暗示が打ちパックさんっていうのに割引あるんですけど、まあ、 確かにこの舞台ね、デムちゃん乗ってたんでね、え、エスコートは上手かったんですけど、それにしてもね、この着地のさはな、ね、いデムちゃん割り引いたとしてもね、多分能力は間違いなく上だと思いますわ、このメンバーの中では。はい。で、まあ一応ね、えっと、まあ中山、えー、一応一回勝ってますし、まあ中山ね、えー、実績あるデータで見てる方とか言いらっしゃいますけど、まあこのファイニードル、えー、あるいはソルベイ、 ダイアナヘイヘラ、まあ、ルベーグもそうか去年3しね、えー、このナックビーナス等々見てる限りね、メラグラーとかもそうですけども、中山の、ね、実績で調べてもね、中山の実績はみんなあるんですよ、見たら。うん。あるね。あ,あるね、それ。見たね。見たねって意味がかんけら見た。見たわ、私。私、見たんや。ネロですらも実績あるんや中山戦にでね、じゃあ時計早いやつ狙おうとか、そんなの、そんな参考な。そんな参考は度外視やん。そんな参考外や。そんな、いつ走ったか分からんでーたやし、ネロとかも。 の時の話だろこんな時計だけ見ても知らないやそらそんな中山さんになんかみんな実績あるんじゃのなもんなみんな実績あるんじゃこんなもんこんなけやっぱ実績あるんじゃこんなもんこんなも分かっとんじゃなもんなも分かっとるわのうんどんなもん分かっとるやんのう中山実績ある馬じ分かっとるなもんなも分かっとるなもんなも分かっとるわのなんか言うねもんはいということでえっとまあ前奏でちょっと絞りすぎましたけどまあ前奏を見るかぎりえーまあメラグランとかもちょっと面白いんですけどえーやっぱ スプ,リンターズスプリンターズステックス、やっぱりある程度、前目で競馬した方がいいって思ったのと、その中で、前走ですね。ちょっとレッドファルクスはちょっと別格でちょっと参考外として、4頭で絞るなら、前目で競馬して、前が潰れた中、そのまま押し切ったファイン2両ですね。こちらを一応暫定ですけど、まだ、あ、2周前ですけど、本命、 で、打っておきます。ちょっと暗状が不安ですけど、3回打った。はい。まあ、貧馬がちょっとカツかない味と、やっぱりちょっと1枚落ちると思うんで、さすがに G1 だったらこの舞台、貧馬はやっぱね、1枚落ちると思うんで、はい。ファインニードルを押しておきましょう。えー、4歳ーってことで、まあ結局、印上位、レッドファルクスが4と、えー、4歳ーと、やっぱ1歳若いのアドバンテージ。レッドファルクス6歳ですけど、えー、この馬、えー、トータルまだ20戦しかしておりませんね。 他の馬は、えー、4歳馬ですら、えーね、20戦近く、5歳馬とかも20戦超えてる馬もいる中、エレトフラックスそんな使われてないんで、まだ20戦目と、若さは全然、えー、あるんで。はい。とりあえず上位5頭で、えー、押しておきましょう。また時点調査でお会いしましょう。はい。G1、えー、吉見馬、読み切り、スプリンザステークスは以上で終わります。はい。ご静聴ありがとうございました。